新型コロナの影響で3年間開催が見送られた日米親善デー。地上展示では最新鋭のステルス戦闘機で岩国基地に配備されているアメリカ海兵隊の F-35B と航空自衛隊の F-35A が並べて展示され、ファンの注目を集めました。航空機の搭乗体験や隊員との交流もこの日ならではです。ありがとうね。ピザやホットドッグなどアメリカンサイズの食べ物も魅力の一つです。本場の味を買い求める人たちの長い列ができました。新しい大会ではリアウドダウンという実際のコースをイベントの花形は航空ショーです。断続的に降り続く雨と空を覆う厚い雲のため、航空ショーは予定が変更されました。フィナーレを飾る予定だった航空自衛隊のアクロバット飛行チーム、ブルーインパルスの展示飛行は中止されました。で、最後まで粘って待ってたんですけど、残念ですけど仕方ないですね。インパルスすごい期待しとったんですけど、ちょっとこんな感じやからちょっとがっかりですけど、うん、でもすごいお腹に響いて音を楽しめました。 F-35B のそう飛行とあと曲芸飛行、とてもエキサイトしました。体が熱くなりました。岩国基地もともと興味があって、出自合憲な感じがするんです、岩国基地って。岩国基地は海兵隊とアメリカ海軍、海上自衛隊の3つの部隊が共同で使用しています。海上自衛隊の第31航空軍は岩国基地に編成されて今年で50年です。アメリカ軍のラスノック司令官と海上自衛隊の平木軍司令が揃って取材に応じました。イベントを楽しんでほしいとする一方で、日米の協力体制を世界にアピールする意義を強調しました。 The US-Japan alliance is more important than ever for a free and open Indo-Pacific. And what you see here today is just a small sliver of the operations that we conduct in order to guarantee safety and security of Japan, the United States, and all our allies and partners in the region. 一つの目的は今日は来てくれるお客さんに非常に楽しんでもらうこと、そして2つ目は我々の絆を全世界に発信することです。これをまた全世界周辺国に発信できることは非常に意義があると思っています。中国や北朝鮮の軍事行動など日本周辺の安全保障環境は厳しさを増しています。岩国基地は日米同盟や即応体制を築く上で重要性が高まっているとされます。こうした動きを危惧する声もあります。基地の機能強化につながる動きを警戒する市民はイベントをどう見たのでしょうか。たくさん人が来てですね、一見楽しくていいようなところもあるというふうに認識されると思うんですけれども、やはり今戦争に向けての出撃拠点化がすごく進んでいる、そのことについては目を背けてはいけないというふうに思います。共同訓練が非常に強化されているし、自衛隊と米軍の一体化が進んでいる、一言で言えば戦争の準備が進められている。現実をしっかりと見ることが必要で、
基地の存在というものを改めて考え直す、そういう機会にしてもらったらと。雨の中、6万2千人が訪れた日米親善デー。全国から訪れた航空ファンや家族連れなどが普段入ることのできない基地のイベントを楽しみましたが、日本の安全保障をめぐる現状が垣間見えた一日でもありました。